ましたこういうものがありました、その場合です。
また僕たちもあの5月6月ぐらいには単独の音源を出しますんで、どっかで見かけたら帰ってください。本当に今日はありがとうございます。あと1曲なんですけど、本当に今日は、楽しいです。こういうのは本当に僕は、本当の長くやってる中で、普段の生活の中で、これで楽しいのは一瞬ほんの少しなんですけど、こういうのがまだあって僕は生きてると言えるんでしょうか、なんて名言を言いたかったんですけど、まあもしよかったらどっかに会いたいで、本当にありがとうございました。